前田建設工業株式会社は、東京都千代田区に本社を置く準、大手ゼネコンの一社。通称、前田建設。2019年18に創業100周年を迎えた。創業100年を機に、新しい前田が目指す姿は、総合インフラサービス企業。建設とインフラサービス、つまりエンジニアリングとサービスが融合した姿を目指す。2021年10月1日より、前田建設、前田道路及び前田製作所は、共同株式移転の方法により、共同持ち株会社、インフロニアホールディングスを設立し、持ち株会社体制へ移行予定。1919年創業。山岳土木から始まり、これまで日本一の高層マンション、東洋一のダム、世界一の海底トンネルなど数々のプロジェクトに挑戦し続けてきた。近年では従来の建設、請負のみのビジネスモデルから転換し、脱請負事業に挑戦。国内第1号のコンセッション事業である仙台国際空港や愛知県有料道路コンセッション、愛知県国際展示場コンセッションの運営権を獲得しており、日本においてコンセッションのトップランナーの地位を築いている。創業理念は、良い仕事して顧客の信頼を得る。福岡ドームシティタワー。広島創業者の前田又兵衛は、明治10年2月8日、阿諏訪川沿いの福井県阿諏訪郡下、堺坂村小和商図生まれた。幼名は松蔵。農業の傍ら小和商図石の石工を兼ねていたが、1899年、京都電灯が近くの阿諏訪川宿布で北陸初の水力発電所を建設したことで、発電所や大型土木工事に関心を持った。その後、急速な電力の普及で、京都電灯は矢継ぎ早に水力発電所建設計画を実行し、福井では地元の飛島文吉がその一翼を担った。1910年に着工した宿布上流で又兵衛の地元にあたる昭和清水の発電所工事が又兵衛と飛島文吉を結びつける工事となった。飛島文吉が受注し、石工工事は実績のある熊谷三太郎が担当したが、この時、地元との折衝の仲介に当たったのが、区長をしていた、又兵衛であった。この工事で初めて、飛島文吉、熊谷三太郎、そしての前田又兵衛の3人が顔を揃え、運命的な工事となったと言われる。この後、熊谷も又兵衛も飛島組に参加、全国の大型工事を受注し、近代福井の土木建設の三傑と言われた。大正8年に前田建設工業の前身である前田事務所を設立。二校、瀬川、千曲川、信濃川、阿賀野川筋等名だたる発電所建設工事を担当施行した。昭和23年1月3日、新郷発電所工事現場において病没。ファンタジー営業部は、一般には馴染みが薄いゼネコンの業務内容を広く周知させるため、ゼネコン汚職事件などから流布しているゼネコンに対するネガティブなイメージを払拭するべく若手社員発案が元になる組織。部署として実在するわけではなく、それぞれ本来の役職が違う数名の社員がボランティアで所属している組織及びその活動の名称である。SF アニメ作品などに登場する土木施設について、できるだけ作品内のディテールに準じて、実際の土木技術を用いて建設を行うと仮定し、概算工事費、概算工期の算出を行っている。自社ウェブサイト内のコーナーは2006年まで原則月1回更新されていた。メンバーの人事異動に伴いしばらく更新が行われていなかったが、2010年4月に新プロジェクトを開始。第36回星雲賞ノンフィクション部門受賞。2020年に上田誠脚本、英�房�勉監督、高杉真中主演で映画化された。興行収入は1億円台後半。単行本として出版されたほか、謎のホームページサラリーマンネオでも取り上げられた。2020年1月31日公開。マジンガー Z 格納庫建設がテーマ。キャストスタッフ、前田建設ファンタジー営業部に関するカテゴリー。ありがとうございます。